どうもこんにちは、昆虫大好き芸人堀川ランプです。昆虫クイズバトル予選 D ブロック。さあ、昆虫クイズバトル長かったですけど、いよいよ予選1回戦最後のブロックです。はい、こちらから自己紹介お願いします。はい、どうもショットガンは痛めるぜスケベ大学学長今永です。これチャンネルの趣旨に沿わなくない？マジでピー入れます。ピー入れます。全然カットでね。カットされようと思って。ピーじゃなくてコオロギの音を入れましょう。それで風情のある感じで。セミの音を入れましょうよ。そうしましょうよ。どうも調整投入ゴロコアイ。あなたの心の曇り取り、どうもリップグリップ倉田です。お願いします。この後しづらいです。お世話になってます、雄大です。お願いします。おーやったー。2頭駒戦が兄弟に勝ちます。後藤です。お願いします。さあさあさあ、この4人でね、やっていきますけど、はい、お願いします。さあさあさあ、ね、岩永さんと倉田さんは、はい、京都大学卒業。そうです、すごい。京都大学卒業しておりまして、マジで。はい、そうなんですよ。一応、この予選の中では一番のインテリバルという。なるほど、はい、嬉しい。嬉しい。でもね、雄大君もね、東大ですからね。あー、東大です。そうですね。東大。そう、知らなかった。東洋。東洋。でも駅伝とか強いですもん。いや、無理でも普通にね、あのユダイとか、長年チャンネル一緒にやってます。いや、そうですよ。知識教わってますから、うん、もうこれなんとか倒して1位で抜けます。うん、ありがとう。頑張ってください。後藤くんはね、はい、あの、頑張ってください。頑張ってください。何匹虫食べたか。ここの差で、なんとか頑張り、食らいつきたいと思います。なるほど。はい。岩永さんと倉田さんは、自信のほどは？そうですね、僕はよく本当にランプさんとあの昆虫の即売会に連れて、はい、ランプさんに連れてってもらって、その時本当にもう1個の標本を前にランプさんはもう10分20分ぐらい喋ってるんですよ、昆虫の知識。めちゃくちゃ聞いてるんで、いやもうその時の知見生かして、うん、もう余裕です。倉田さんは1回ね YouTube 出てもらいました。そうなんですよ、1回出さ、その時もクイズ形式で、あーそうです、ね、4択問題僕やってますので、ランプさんの傾向完全に把握してます。わーすごい。ライブの後も、まあ、たくさん飯食いに行ってます。仲がいいです。後半クイズ関係ない。全体で20問出します、はい。前半10問は、早押しクイズ、後半10問は、選択クイズとなっております。はい、はい。先に、早押しクイズからやっていきましょう。はい、行きましょう。はい、はい。さあ、早押しクイズですが、MC、私が、問題文を読み上げますので、うん、答えが分かったら回答ボタンを押して回答してください。問題文が読み上げられる前に正解できれば3ポイント、うん。問題文が読み終わった後の正解ですと2ポイントになります。うん、後藤ですと他の人が、後藤するまでお休みとなります。問題文を読み終わったら問題文をこのモニターに表示しますので、はいはい、表示されたら、2ポイントゾーンという。なるほど、はい、という判定でお願いします。まあ、そのボタン、じゃあ、ランプさんがその回答を読み終わって、回答を押すってことですよね。そうです。ボタンを押したら出ちゃうってことですよね。はい。だから何らかの方法で、ランプさんの腕を拘束すれば、全員表示されないってことですよね。そうですけど。なるほど、OKOKOK。進まないで。進まないで。で、今回のクイズなんですが、はい、上位2組が準決勝進出でして、2組、はい。はい、1位の方、ちょっとだけギャラ多めに。よっしゃー、はい、これはやる気、はいはい。じゃあやっていきましょう。はい、それではいきましょう。お願いします。第1問、問題。鳴き声が揚げ物をしている時の音に似ていることが名前の由来。はい、倉田さん。アブラムシ。違います。あ、はい、ユダイ。アブラゼミ。正解です。あー、アブラムシ泣かないって。これはラッキーでは。うわ、鳴き声が揚げ物をしている時の音に似ていることが名前の由来とされている、うん。不透明な褐色の羽が特徴のセミの仲間は何でしょう。おお、なるほど、ね、なるほど、確かにね、はい、これ確かに分かるな。確かに、あのミンミンゼミはあの中華料理屋のミンミンってところの厨房の音に似てるからですよね。適当なこと言うな。信じちゃいますよ。こっちは全然。あと似たようなことを
大久保八郎さん言ってる。ボケかぶり。別問題なんでしょ。ボケかぶり。いや、そうなってくると俺と八郎くんが下北好きすぎるな。補足情報としては、油ゼミの特徴が不透明で褐色な羽っていうのがありまして、はい、不透明で褐色な羽を持っているのが油ゼミがあまりいないので、世界的に見ても、なのでここが大きなポイントでした、ちゃんと読んでもちゃんと分かるようになってんだ。そうですね。すごいな。ちゃんと分かるようになって。揚げ物を知らなくても答えられる。揚げ物を知らなくても。世界のセミを知っていれば。すごい構造になってるな、これは。揚げ物を知った方が早い。はい。じゃあ、幸先、よし。第2問、問題。昆虫が好きであったことから、自身のペンネームに虫の字を入れる。はい、今の後藤君。はい、手塚治虫。正解です。すごい。やった。昆虫が好きであったことから、自身のペンネームに虫の字を入れたという逸話でも知られている。火の鳥、鉄腕アトム、ブラックジャックなど、作品を世に送り出した人物といえば何でしょうか。正解は手塚治虫でした。ちなみになんですが、自分の血で虫を描いたりとかしてたらしいです。ちょっと急に怖い。急に。ちなみになのかそれ。いい赤がなかったか。すごいな。で自分の血で、虫を描いたという逸話もあります。逸話でもない。怖。自分の血。怖すぎるって。赤字の血に見えてきた。血で正解になると思う。はい、いきましょうか。第3問、はい、問題。豊作の象徴とされるある昆虫の名前と創業者の名前が社名の由来とされている農業機械や天気予報で有名な企業といえば。はい、黒田さん。ヤンマ。正解です。よっしゃ、すごい、はい、すごい、これはすごい。農業機械や、天気予報で有名な企業といえば何でしょう。正解はヤンマ。すごい、はい、これはなぜヤンマですか。まあトンボのヤンマです。鬼ヤンマ。ああ豊作の、なるほど、はい、で社長が確か山から始まる。ああ、なるほど、なるほど、ね、なるほど、そういうことなんだ。なので、ヤンマ、はあ、やっぱり団地を食べてくれるのでトンボが。なるほどね。なので農業機械だったら、駅中を名前にしようっていうので。そう、へえ、面白い。なそういえば、スプレー、殺虫スプレーの緊張、はいはい、あれ社長が緊張してたからしです。急に嘘のクオリティ下げたクオリティもちょっと良くない。照れるな。照れてたランプさんがいろいろ解説してくれる間にあんたちょっと考えてた。何つかずに両方聞いてましたよ。みたいな。でもあるかもって思っちゃったな。おかしそうなんだよな。第4問、問題。解釈次第でどのような意味にも捉えることができるということを、光の当たる角度によって色彩が変化しているように見えるある昆虫の名前を使って何色と表現するでしょう。はい、玉虫色。正解です。うわー、そうだ、ギリ2点でしたね。そうですね。あ、そっか、なるほどね。はい、解釈次第でどのような意味にも捉えることができるということ、光の当たる角度によって色彩が変化しているように見えるある昆虫の名前を使って何色と表現するでしょう。正解が玉虫色でした。あ、はい、そうです。玉虫色の法案とかね、 ありますけど、それでした。なるほど、なるほどね、はい、じゃあいきましょう。第5問、問題。長期間の暗黒が生物に与える影響を調べるため、1954年より小錠梅を暗い環境下で。はい、岩永さん。京都大学。正解です。はい、はい、うわ、長期間の暗黒が生物に与える影響を調べるため、1954年より小錠梅を暗い環境下で育てる実験、通称暗黒梅を行っていることにも知られるキャダイン・ロザン・宇治原の出身大学といえばどこでしょうか。これはもう大学でも教授でから教わりました。あ、そうなんだ。あ、じゃあちょっと、これはじゃあ強いわ、はい、ちょっと触覚が伸びるんですよね。伸びたんですけどね、何パーセントか遺伝子が変化する、あと声も太くなったんですよね。症状倍の症状倍の声って声喋ったわ。すごいすごいわ。暗くなっちゃって、目が暗くなっちゃって声太くなっちゃったんですよね。目が暗い人声太いイメージ。
出身大学が答えのクイズないかな。つまり、そうか、つまり次の問題はこれ譲るわ。俺らおっしゃっていいよ。すみません、もうすぐおっしゃっていいよ。いや、おっしゃっていいよ。ありがたいな。じゃあ行きましょう、第6問問題。はい、やだわ、話した。うわ、押しましたよ、すみません、皆さんごめんなさい。じゃあ東洋大学。違います。下げんな、何の問題にもなってない。というわけで、雄大君1回休み。よしよしよし。これ授業終了のタイムが応援団の応援歌に切り替わったでおなじみの大学はが東洋大学。知らない、知らないよ。違います、違います、違います、違います。やかましい。そうなのか、なんだよ。応援歌大学ちゃんとあったんですよ。あ、そうなんだ、そうなんだ。おろっそ、違うんだ。切り替わりの大学だ。切り替わりそう、誰か間違えて。いや、今のはもうボケなんで、でもボケだ。さすがに、やったー。さすがに、なるほど。マジで、まあ、問題文まで読んでなかったよ。確かに。いきましょう、問題。若い頃、偽物の飲みのサーカスで生計を立てていた大富豪が、その後悔の念からいつか本物を見せて世界中を驚かせたいとして、琥珀に閉じ込められた蚊の DNA をもとに古代生物を復活させた。はい、倉田さん。ジュラシックパーク。正解です。うわー、すげー、すごい。はい、若い頃偽物のゴミのサーカスで生計を立てていた大富豪が、その後悔の念からいつか本物を見せて世界中を驚かせたいとして、琥珀に閉じ込められた蚊の DNA をもとに古代生物を復活させたことから事件が巻き起こる1993年公開の SF パニック映画といえば何でしょうか。正解は、ジュラシックパーク。あ、そうなんだ。知らなかった。恐竜全然出てこないでしょ、ここまで。そう、確かにうわー、あ、そうなんだ。はい、元々の動機がこれなんですよ。ちゃんと映画の中でも一瞬言ってますよ、ね。あ、最初にね、孫が全員遭難して食堂のシーンで、うん、はい、いやー、知らなかった。すげえ、すごいな。フラさん知ってたってことですか。もう13歳。うわー、すごい。で、この大富豪が、はい、東洋大学出身。大富豪。次の問題もしかして言ってあげていいですか。3点もらったんで。この1点で勝負決まったら俺上がりにくいっすよ。ちなみに、飲みのサーカス、実際に、当時あった職業です。飲みって、二酸化炭素に反応するので、うん、飲みに向かって飛べって言うとその二酸化炭素に反応してジャンプするので、それを、虫を調教したみたいに見せるっていう、それが飲みのサーカスです。後悔してたんですね、それで。それで、飲みに、電車とか荷物を引かせるみたいなやつをやってたのを、実はがっつり全倍仕掛けでやってて、あ、なるほど。それをすごい後悔して本物を見せたいっていうのっていう設定があります。問題。東北の山寺を訪れた際、ニーニーゼミが泣いている様子を静かさ。はい、倉田さん。松尾芭蕉。正解です。東北の山寺を訪れた際、ニーニーゼミが泣いている様子を静かさや岩に染みるセミの声と呼んだ江戸時代を代表する俳人は誰でしょうか。正解は松尾芭蕉。いやー、強い。いや、すごい早い。早押しが強い。すごい。これニーニーゼミなんですよね。そうだったんですね。ちゃんと検証されてます。検証されてるんですか。大正時代か、これを調べた人がいて、この時期に、東北の山寺に行ってセミを取ってみて、実際にいっぱい取れたのがニーニーゼミだったので、赤ニーはもうちょっと暑くなってから発生するから、夏の最初の方に、松尾芭蕉は訪れてたから、ニーニーゼミが、のことだっていうのを証明したっていう。はぁ、すごい、はい。松尾芭蕉の、子孫がチョコプラの松尾さん言ったら皆さん信じます。何を信じますかって。聞いちゃってるじゃん。信じるかなと思って。問いで。クイズ中にクイズ。一番ボケる人が一番正解してる、やばい。一番か無力状態今。問題。明治時代に出版された生物学用語集で、誤植された名前がそのまま定着してしまったとされる黒、茶羽、
はい、今の後藤くんですね。はい、ゴキブリ正解です。やった、さすがにね、チャンネル出てる側はさすがに、はい、あ、予習済み。あ、もう触りました。触ったことがあります。あ、そうなんだ。明治時代に出版された、生物学用語集で誤植された名前がそのまま定着してしまったとされている黒、ジャパネ、ヤマトなどの種類がいる昆虫は何でしょう。正解がゴキブリでしたね。何が誤植だったんですか。ご飯の碁に器って書いて、それをかぶりつくからゴキかぶりっていうのでもともとは呼ばれてたんですけど、それがゴキブリになっちゃって、で、日本で多分初めてぐらいの生物学用語集で、ちゃんとしたところにそう載ってるから、あ、本当はこう呼ぶんだってみんな勘違いしたのそのまま。なるほど、本当はゴキかぶりになるはずだった、はずだった。じゃあいきます、第9問、問題。蛾をはじめとする夜行性の昆虫が性の走行性によって炎などの光源に近づいて死んでしまう様子。はい、倉田さん。飛んで火にいる夏の虫。正解です。勝利。ガオハニメとする夜行性の昆虫が性の走行性によって炎などの光源に近づいて死んでしまう様子から、自ら危険や災難がある場所に飛び込んでいくことを意味する言葉だといえば何でしょうか。正解が飛んで火にいる夏の虫。いやすごい、すみません、興奮しすぎて、京大出身なのにカメラ攻撃出ちゃいましたけど、サオラーってすみません、真逆の方出ちゃいました。水なんですか。別にいいだろ、サオラーっていうのはカメラ攻撃だけじゃないのかさ。まあまあ言うよ。早押し最終問題ですね。お、はい、じゃあいきましょう、第10問、問題。写真に宿敵の姿とともに杖杖バイが写っていたことから、敵がアフリカにいることが判明するという描写がある荒木裕彦原作の、はい、後藤くん。ジョジョの奇妙な冒険。正解です。第3部ですね。写真に宿敵の姿とともに杖杖バイが写っていることから、敵がアフリカにいることが判明するという描写がある荒木裕彦原作の漫画シリーズのタイトルといえば何でしょう。正解がジョジョの奇妙な冒険でしたね。はい、作者名だけです。はい、写真で念写するっていう能力が使えて、はい、敵の姿はこれだって言ったところに、なんかちっちゃいの写ってるぞっていうのを拡大したらハエが写ってて、これはアフリカにいるツエツエバイだって分かったやつがいて、すごいな。それがすごいわ。念写できる能力よりもそこを知ってるのがすごいわ。俺がアフリカにいた時に見たツエツエバイだー、すげえ、分かって、よし、じゃあアフリカに行こうって言って今第1話ですね。すごい、すごいな。そんな話なんだ。第3部ですね。でした。おー、やばい。さあ、というわけで、岩永さん5点、お、はい、はい、倉田さん12点、よっ、すごすぎるな。雄大君3点、後藤くん9点。おー、だいぶ開いたな、開いたな。さあさあさあ、結構開いてますが、うん、後半で巻き返せると思うので、ぜひぜひ頑張ってくださいということで、はいはい、あなたがくれた指輪は私を輝かしてくれる、まるで私は背高穴鉢